流れ星入んないかな。あ、入った、流れた。皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。どうも、やってきました、ペルセウス座流星群でございます。夏の一大天文イベントですね。このペルセウス座流星群がやってくると、もう夏か、夏も終わりかっていう感じるんですが、皆さんはいかがでしょうか。で、この時期になると、そのペルセウス流星群っていうニュースが、まあ、ヤフーニュースとかさ、 SNS、Twitter とかでね、こうブワーッと拡散されるわけですよ。そうすると情報を取りに来る人が、まあ、一気に増えるんですね。その今日はね、サクッと情報を知りたい人向けのまとめ動画になります。ペルセウス流星群ってこう長く楽しめるんですけども、まあ、その理由ですとか、ペルセウス流星群を見に行くときに、どこに行けばいいのか、もしくは、どういうふうなことに注意をすればいいのかっていうことをお伝えしたいと思います。あと、気になる私の当日の予定ですね。ライブ配信についても告知をしたいと思います。それでは行ってみましょう。ペルセウス流星群のニュースが出た時に、大体その何日が極大とかって言われるんですよね。その8月13日が極大、8月13日の未明が極大日って言われるんですよ。極大日ってその一番流れ星がたくさん見れますよっていう日なんですけど、でこれね、落とし穴がもうここであるんですね。13日の未明っていうんですけど、前日の12日の夜から13日の朝までにかけてが流れ星がたくさん見れる極大日ですよっていう話なんですね。お、13日か。じゃあ13日の夜に流れ星見に行こうとか言ってて、13日パッと目が覚めてネットニュース見たら、え、流星群昨日だったの?みたいなのがあるわけですよ。だから、ここ注意ね。12日の夜から行くっていう風に腹積もりしていてください。流星群ってね、月が出ていると、その太い月、満月とか、半月とか、まあそういう太めの月がですね、空にいると、月の光が明るすぎて、小さい流星っていうのは、かき消されてしまうんですね。月の光が強くて、月が出てない時に見るっていうのがベストなんですけども、
太陽が沈んだ時間から1時間半ぐらい経つと星がバッチリ見れる夜が始まるっていうイメージです。今のこのシーズンって6時半ぐらいに太陽沈むんですね。だから1時間半だから8時ぐらいから見れるっていうことです。で、月の入りが、月が沈むのが、まあ、9時ぐらいなんですけども、この時の月ってね、めちゃめちゃもう細いんですよ。だからそんなに気にしなくていいかなと思います。厳密に言うとバッチリ見えるのは、9時以降っていうことになりますね。で、なおかつペルセウス座流星群、の放射点があるペルセウス座は10時ぐらいにね、結構いい感じの高さに登ってくるんですよ。だから流星群の本番は10時以降ってことです。まあ皆さんね、こうご家族で行く方も多いでしょう。まあお子様がね、いらっしゃる方はそんなに夜遅くまで連れ歩くわけにもいかないというのもあると思います。だから、腹積もりとしては、8時から、まあ頑張っても11時ぐらいまでやってみようかな、ぐらいのプランで行くといいと思います。で、次の日の予定とかはね、もう何もない人は、もう朝までコースで楽しんじゃってください。流星群の観察に双眼鏡とか天体望遠鏡は、まあ、あってもいいんですけど、なくても全然いいです。双眼鏡とか天体望遠鏡って倍率高すぎてですね、ピンポイントで見るもんなんですよ。だからこう広く見るのにはあまり適してないので、まあおすすめは寝っ転がってこう上を見るっていうのが一番のおすすめですね。あってもいいです。その流星が流れてない間に双眼鏡で星を見る、天体望遠鏡で星を見るっていうのは楽しんでいただいていいと思うんですけど、あるあるなのがこう双眼鏡とか見てるときに周りの人が、あ、流れたって言って、え、見てないんだけどみたいなパターンはあるあるなんで、そこ注意でございます。で、観測の時の服装についてお伝えします。まず短パン、半袖、サンダルは絶対やめてください。めっちゃ無心刺されるから、ほんと気をつけてください。肌は出さないようにしてください。星が見れるような綺麗なところっていうのはだいたい気温が下がります。まあ標高で言うとさ、100メートル高いところに行くと下界と1度温度が変わるっていうんですよ。だから標高 1000m のとこ行ったら10度ぐらい差がある変わるってことですね。2時間とか3時間とか長時間外にいるっていうのは結構きついっすよ、うん、だからちゃんと上下着て、できれば上に1枚羽織るものがあるといいと思います。ダウンジャケットぐらいあるといいと思いますんで、まあ、そういうのも気をつけてください。それから虫除けはですね、あの何あれ、蚊取り線香か。蚊取り線香とか、あの、虫が来ない、あの、ちょっと、オーガニックなスプレーとかね。まあ、そういうのもかけていくといいです。それから、寝っ転がってみるときはね、まあ、こういう、なんか、ホームセンターとか売ってるじゃん、こういうマット。うん。こういうのに寝っ転がって、背中がね、痛くないようにして見るっていうのがおすすめ。あとは、チェアですね。こう、とにかく、ね、上を見るんで、疲れない体勢で上を見るっていう。だから、こういうふうにね、見えちゃったみたいなのがいいですよね。アウトドアのチェアとかってその、ね、ホームセンターとかで2000円とか3000円とかで売ってますから、まあ、そういうのをね、人数分買っていくといいと思います。で、寝っ転がった時とか寒くなるので上にかける毛布とかそういうのもあった方がいいですね。ライトはあんまり明るくないライトを持っていてください。明るいライトを目に浴びると眩しくて見える星が少なくなるんですよ。で、その夜に目が慣れるまでだいたい10分15分かかるんですけど、あんまり明るくないライトって言っても普段から星楽しんでない人はそんなの持ってないと思うので、まあ、極力現地では、ライトを人に当てないように、もしくは、長時間ライトを照らし続けることがないように、まあそれマナーなんですよね。あと車が通るようなところで、ね、寝っ転がって星見ちゃダメですよ。事故に遭いますからね、ご注意ください。で、このペルセウス座流星群が見れる期間なんですけど、結構長いんですよ。だいたい自分の感覚で、8月、7、8ぐらいから、8月、そっから2週間ぐらい?そのぐらいの間はもう流星群が楽しめるってイメージがあります。まあこれなぜかというとですね、実はこのペルセウス座流星群の前後にもう2つ流星群が来てるんですよ。7月30ぐらいに来るのが、水亀座デルタ南流星群だったかなっていうのが来て、で、8月17、18ぐらいに、これね、愛嬌のある名前で可愛いんですけど、白鳥座カッパ流星群 K って書くんですけどね、白鳥座カッパ流星群っていうのが来てます。どちらもこう遅めで
明るい火球が流れるっていう流星群の特徴らしいんですけども、まあ、その流星群の前後に挟まれてこう鎮座してるのがペルセウス座流星群ということなんですね。だからまあ3つの流星群がこう交差するシーズンなので、長期間見れますよっていうのがあるんだと思います。だからまあどうしてもね極大日に見に行こうとするんですけども、極大日にさ曇っちゃったらさショックじゃないですか。でその前後でも楽しめるんだったら前もってね晴れてみんなの予定とかが合わせやすい日に見れた方がいいから、もちろんね流星群が一番流れるのは間違いないんですけども、それなりに見れるっていうイメージではあるの でこの流星群はどこに行ったら見れるんですかっていう話の中で、街中から見えないんですかって言われること多いんですけど、まあ、答えはね街中からでも見えるんですけど、ただ街明かりって明るいでしょ。だからさっき月がない時がいいって言ったじゃないですか。同じ理由で、月明かりで流星消されるってことは街明かりで小さい流星は消されるんですよ。だから明るい火球が流れれば見れますっていう話なんですね。できれば街中からじゃなくてちょっと離れたところに行った方がいいと思います。ペルセウサ流星群、ペルセウサ時代は東から登ってきますけど、それがどこに流れるかっていうのはもうわからないので、どこにでも流れる可能性がありますから、こう空全体を見てどこを見るともなく全体を見るみたいな感じで見ていただくといいと思います。で実際のその観測地についてはですね、自分が住んでいる県、例えば埼玉県星空観察おすすめとかそういう風に検索するといろんなの出てきます。ツイッターとかインスタとかでね、同じように調べてみるとその場所で撮った人がタグをつけて画像をアップしてたりします。あ、こういう写真が撮れるところなんだなとわかるわけですね。そういうのを頼りに、駐車場とかおトイレとか、道の駅とかキャンプ場とかいいですよね。そういう地方のそういった場所に利用するといいと思います。で私ね動画こういうの作ってるんですよ。まず星が見れる場所はどこなんですかってやつですね。これ結構話長くなるので、この動画でも説明したいんですけども、申し訳ないんですけどね、こっちの動画ぜひ見てみてくださいということで、はい、お時間があるときにどうぞ。それから、天気予報ですね。晴れてる時どうすれば、晴れてる時じゃないと見れませんから、そういう時はね、これまた動画作ってるんですよ。こういうのがあってね。すいませんね。で、この動画の中で GPV とか Windy とかね、そういう気象予報サイトを、紹介してる部分がありますので、それをぜひ見てみてください。どちらも概要欄にリンク先を貼っておきます。まあ、こっちからも行けるのかな？こっちからも行けるようにしておきますんで。で、それから、まあ、そういうのちょっと使うのめんどくさいよって人に関してはですね、一般的な天気予報、Yahoo 天気でも、テレビの天気予報でもいいです。を見たときは、次の日の午前中の天気を気にしてください。自分たちが星見に行く時間帯ってもうね、次の日に差し掛かってるので、次の日の午前中の天気晴れだったら、あ、もし前日が曇りだったとしても、どんどん良くなるんだなってのはわかるわけですよ。だから、天気予報見るときはそういうところをポイントとして押さえてみてください。あと、アプリとしてはですね、星空ナビっていうアプリがあって、これ皆さんにおすすめしたいなと思います。でこれですね、アストロアーツっていう天文雑誌の星ナビを編集出版しているところがあるんですが、そこで作ってる無料アプリです。で、これですね、立ち上げるとまず今こういうふうにですね、今見える星空どこなのかなって、何が見えるのかな調べられるんですね。で連動ってやるとこうスマホをかざしたところに何があるのかって、おっこの時間帯はここにペルセウス座がいるんですねっていうのが分かるわけですよ。だから夜現地に着いたらどこに何座あるのかな、あの星何かなみたいなのはこういうので見ながら楽しみでもらえるといいなと。で星空だよりっていうところにいろんな情報がこう来ますんで、これ結構貴重でいいですよね。このあほらペルセウス座流星群が極大とかさ、水瓶座デルタ南流星群が極大とか、白鳥座マニアのあほら白鳥座カッパ流星群が極大とか、こういうのね、こういう情報を仕入れることができますから、非常に楽しいアプリになっています。まあ、今日の小読み、あ、そうです。今夜の小読みね。こうやって、月が何時に出てくるの、太陽いつ沈むのっていう情報も見れます。まあ、自分が見ようとしているその日の、月齢っていうのはね、ちゃんと調べておいてくださいね。何時何分に月沈むんだろうっていうのは、ちゃんと調べておくことをお勧めします。
はい、ではペルセウス座流星群についての、全体的な内容はこんな感じで、撮影方法についてはですね、まあ、こういう動画作ってるんで、まあ、よろしければこっちを見てみてくださいということですね。でこの内容とは違う動画を今後またちょっと上げていこうと思っています。ペルセウス座流星群関連のちょっとマニアックなやつをねやろうと思ってますんで、またこのチャンネル引き続き来てもらえればなと思います。で最後にライブ配信ですね。私去年の年末から毎週週に1回のライブ配信というのを欠かさずにやってます。頑張ってライブ配信やってるんですよ。で野外から星空を生中継っていうのを何回かやったんですけども、今回もそれやりたいなと思います。でペルセウス座流星群、そのさっきも言った通り極大日じゃなくても長い時間楽しめますよっていうのがあるので、まあ私の都合と天気次第にはなりますが、その条件が揃う時にはゲリラ的にねライブ配信をやろうと思っていますんで、よかったら私のこのチャンネル登録していただいて、ライブ配信何度か見に来ていただければなと思います。さっき言ったそのペルセウス流星群極大日の前後、まあ10日ぐらいですか、そのぐらいのシーズンはもうなんか3回か4回かできればいいなみたいに思ってます。で当日ももちろんやりますが、当日は8時から10時にかけてペルセウス流星群の生中継で、10時以降はですねイベントがちゃんとありまして、なんと我らが天文リフレクションズさんがですねライブ配信の生中継を企画されています。私それに参加しますので、こちらは10時からスタートして朝までやるという感じですね。で流星が流れたらね、スロー再生して見せるんだってっていうのをリアルタイムでできるシステムを、音楽楽器メーカーのローランドさんからお借りしたみたいで、そのローランドさん協賛のもとそういうことをやるみたい。あとは天体望遠鏡メーカーのサイトロンさんも協賛されているそうなので、当日ね曇っちゃったりとか、まあこういうシーズンだからさ外出しづらいじゃないですか、堂々と。で私もまあ仕事だからできますけどもっていう反面で、皆さんともそういう楽しみは共有したいなっていう思いは本当強いので、ちょっとなかなか星見れないなっていう方もですね、流星群このイベントを楽しんでもらえるととっても嬉しいです。はい、それでは、今日の動画はこれで以上になります。みんな家族大好きな人お友達と一緒にですね、いろんな楽しみ方があると思いますが、ペルセウス座流星群をぜひ楽しんでください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー、どうもどうもー。